27名に改めてご登場いただきました。グランプリに輝くのは誰なのか、栄冠を手にするのは誰なのか、私も胸を思い出し、とても緊張しています。さあ、それでは5位と4位からの発表です。2018ミスユニバースジャパン神奈川大会、いよいよグランプリの発表です。ここに私の手元に審査結果が書いてあります。ドキドキしますね。2018ミスユニバースジャパン神奈川準グランプリに輝いたのは、エントリーナンバー12番、グランプリの副賞として株式会社ブリーズ様より
体づくりのサポートとしまして、あなたの人生を変えるきっかけを作り、日本全国で健康って美しいを実現させるブランド、タンパク7ヶ月分が贈られます。代表取締役池田浅海様、よろしくお願いいたします。正解です。
ここからがスタートです。グランプリに輝きました伊藤さんはもちろん、その他のファイナリストたちもこれから神奈川県の魅力を発信するためにぜひ貢献していただきたいと思います。神奈川から日本一へ、神奈川から世界一へ、引き続き皆様でご声援のほど、ご応援のほどよろしくお願いいたします。それではこれにて審査発表を終了させていただきます。ファイナリスト27名に改めましてもう一度大きな拍手をお願いいたします。今日は本当に朝から長い時間お疲れ様でした。そして会場にお越しの皆様も5時という早い時間から、また新年の早々からありがとうございました。こちらがトップ3以外のファイナリスト24名になります。皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。準グランプリ相原さんお願いいたします。本日はお越しいただきありがとうございました。私は湘南ガールという茅ヶ崎の活動を通してこのミスユニバースに参加させていただきました。前年度の野崎さんに引き継ぎ、またこのタスキを持って臨んでまいりたいと思います。そんで、お二人と一緒にファイナルまで進む時も一緒に仲良くやらせていただきましたので、これからももっと仲良く楽しんでお仕事していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ジングランプリ2人も協力的にやっていただけるということで、このだけの支えがある中でグランプリに輝いた伊藤さん、今のお気持ちを皆さんに向かってお願いいたします。本日はありがとうございました。皆様も本当に多くの方の力添えがあってこの大会があり、そして私が今ここに立たせていただいていることを改めて実感する一日となりました。ここでグランプリになれたことを誇りに思って、そしてここにいるファイナリストたちと戦ってきたことを誇りに、次の日本大会に進みたいと思っております。ここにいる皆様の顔であったりとか、ファイナリスト、また白浜さん、野崎さんのハツさんだったり、もう今まで本当にトレーニングでお世話になってきた方々のことを思うと、やっぱりすごいこのタスキって重みを感じますし、やっぱりこの1年間グランプリとして任期を全うするには本当に重い責任はあるんですけれども、やっぱり私が今までやりたいと思った人を笑顔にしたり力を与えることを全力で叶える1年にしたいと思いますので、これからまたよろしくお願いいたします。本日ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。はい、ただいま大会終了いたしました。優勝者に方々